はい、こんにちは。京都村田警備チャンネルのベッキーでーす。J リーグ第15節。本日のお相手は、ACL 優勝チーム浦和レッズですね。そうですね、最近のサンがちょっと4連敗中ですか。前節コンサドーレ札幌にね、ドローからのね、2対1でね、負けちゃったんですけどね。でもね、ルヴァンカップ、ガンバ大阪戦アウェーではなんとか PK で1対0でね、今ルヴァンではね、首位なんですけど、リーグ戦はちょっとね、やばいですね。本当に今日ね、浦和レッズとはいえね、勝ってね、5連敗だけは避けたいというね、思います。それではいつも通り、カマウカマルシェスタジアムグルメの方ご紹介いたします。それでは行ってきまーす。
はい、Jリーグ第15節浦和レッズ戦ですね。2対0で負けました。5連敗きついですね。ちょっと浦和のね応援すごかったんですけどね、サンガの応援もすごくね、あの声が、響いてました。すごいいい応援はしてたんですけど、2対0か。ACL チーム浦和レッズ後半の伸びっていうのがねすごい良かったですね。サンガちょっとね後半ちょっとリズム取れなかったんでね、ちょっとシュートしてもね入らなかったシーンが多々あったんでね、5連敗か。わーすごいすごい応援してるな浦和まあ、次節また慣れていきますのでよろしくお願いいたします。それでは、亀岡サンガスタジアム代表セラカの阿部池が了解しました。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さよなら。浦和の応援すごいな。